どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パック生放送ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。新パックにて登場しました知らぬいというデッキテーマ、こちらやっていきたいと思います。多分ね、新パックで追加されているテーマは、まあ、いくつかバスターモードとか、あるんですけど、まあ、知らぬいが一番そのいっぱい追加されて、まあ、強いかなと。知らぬいの、ミニボックスと言っていいかなと思います。でですね、知らぬいっていうのが、まあ、どういったデッキ、どういったカテゴリーになるのかっていう話なんですけども、炎属性アンデッド属守備力がゼロっていうモンスターで、構成されてまして、で横されたらあのブルガトリオにぶち殺されるっていうね、そういう悲しき運命を背負ってるんですが、知らないっていうのはなんかその除外されるとなんかするよっていう、そのシチューなのモンスターが結構、まあ、多いのと、あとね、あの1枚でシンクロできます。1枚でこのモンスター、例えばモノロベね、これ結構新しいカードらしいんですけど、知らぬいのモノロベっていうモンスター、これシチューなんですね、下級のシチューな、まあ、全員レベル4なんだけど基本的には。で、こいつは召喚に成功しただけで手札かデッキから妖刀知らぬいっていう、まあこれ妖刀知らぬいっていう名前がついてるのがこうチューナーです。チューナーモンスターを1体特殊召喚できますよと。でこの頃の発動後に、アンデッド族しか、特殊召喚できませんよっていう制約がついてるんですけども、これがですね結局なんかネオスフュージョンみたいな、あの1枚でシンクロみたいな、1枚で融合、1枚でシンクロみたいなことなんですよ。これが結構強いです。これが初動ですね、初動札で、出すモンスターはこういったモンスターになってるんだけども、先に下級から説明していきましょうか。まあ、召喚したらチューナー出すよ。でこいつもね、除外される と、ワンドローワンスで、まあ、自分だけ暗黒界の取引ですね。はい、だからこれで防御札を引いていったりとか、あと墓地に落としたい、モンスターを落としていったりとか、まあ、こういう動きをします。で、宮塚さんが、召喚に成功すると手札が墓地から、妖刀でも知らないでも何でもいい。ちなみにシンクロ召喚したモンスターが死んだ後でもいい。だからもう蘇生できる、基本的に簡単にね。これがすげえ強い。そして除外された場合の方か、相手のフィールドの表表のカードを1枚を破壊する。いやー強い。だからまあ基本的には宮塚さを、まあ、何かの効果で除外していったりとか、まあ、もちろんね、あの封印の黄金室とか、ああいうので、あの別に墓地から除外される必要ないんで、封印の黄金室じゃねえや、封印の黄金室とかで、まあ、除外してもいいですよ、みたいな効果ですね。はい。あと、あの、孤高の獣とか、ああいうのでもいいです。で、チューナーモンスターがこれですね。オーマーの妖刀知らない。かっこいいよね。この刀、クソかっけえんだけど、これがチューナーレベル3ですね。レベル2もいるんですけど、今回はレベル3を、採用しまして、レベル7軸で進行していきます。こいつの効果ね、あんま使わないから、まあ別にいいかな、一応。今のところは、これ、OCG だとめっちゃ強いんだけど、除外されている、自分のモンスターの中から知らないモンスターを含むアンデッド族モンスター2体を特殊召喚できるよっていう。だから、OCG だと強いけど、多分ね、リンクスだとね、これ使ってる暇ないかなっていう、あんまり。はい。で、これ、ね、影物。これね、紙の方だと、くっそ強いんだけど、でもリンクスだと多分ね、弱いかなっていう。あんま強くないっていう。これなんでかっていうとですね、リリースして、守備力ゼロのアンデッド族チューナーを特殊召喚できるよっていう効果あるんですけど、これでね、特殊召喚できるモンスターがね、今のところあんま強くないんですよね。今のところ。これから強くなってくると思いますけど、今のところリンクスであんま強くないっていうのがあって、じゃあなんで出てるかっていうと、これ除外されて、こいつが除外された場合、除外されている知らぬいモンスターを置いたら特殊召喚できるよっていう効果と、あと、この、宮塚さで手札から展開できるんで、か墓地から。なんで、影物とかを墓地から蘇生して、影物効果でリリースして、妖刀を持ってきたりすると、除外されている、除外されるんですよ。こいつが特殊召喚したモンスター除外されるんで、除外されて、影物の効果で除外されていたこいつを蘇生したり、蘇生っていうか、帰還したりとか、まあ、単純にね、これをなんか何らかの効果で除外して、除外されている、この、知らぬいを特殊召喚したりとかってことができるんで、一応1枚採用してますね。まあ、実質、まあ、これが、オーマの妖刀みたいなところはあります。ぶっちゃけね。はい。あと、墓地に肥やし、知らぬいを置きやすいっていうのもあるし。で、知らぬいモンスターのシンクロが、この辺ですね。これ、怪し神さんがね、美しくて強い。非常に。
チューナープラスチューナー以外のモンスターで汎用ですね。で、一旦一度メインフェーズに自分の墓地か、フィールドの表側表示のモンスターの中から、モンスター一旦選んで除外できますよと。でその、除外したモンスターの種類によって効果が発動する。アンデッドだったら300ポイントアップ、炎属性だったらフィールドの魔法トラップ破壊。だから基本的に、知らないを除外すると打点アップとフィールド魔法破壊の効果が得られますよ。でフィールドのシンクロ召喚はフィールドのモンスター一体を選んで破壊するよっていう。だからまあ自分自身を除外すると全部発動します。ちなみにね、はい。でこれも結構強くて、こいつね10なんだけどこの7と3で作るんですよね。でこいつ破壊耐性あります。知らぬいが墓地にいると除外して破壊を免れるっていう、これがなかなかね強力なんだよね。だからまあこれ立てるのが一応シンクロ先行でできればすげえ強いんだけど、ちょっと難しいなかなか現状は。はい。でちなみに特殊召喚に成功した場合に、シンクロ召喚に成功した場合じゃなくてもいいんですよ。特殊召喚に成功した場合に自分の墓地のカード、もしくは除外されている自分のカードの中から安定届くシンクロモンスターを戻すと、戻した分だけ、戻した数だけフィールドのカード、相手のフィールドのカードを選んで破壊と。対象を取んないってのが強いです、非常に。この辺もそうですね、対象を取んないで魔法トラップ破壊とかが強いですね。まあ、こいつは対象取れます、ちなみに除外して破壊する効果は。でとあとこいつも7も一応ね、あのレッドアイスアンデッドネクロも出せるんで、まあ、一応アンデッドミラーとかに強いから、まあ、なんでこれも一応入れてるっていうのと、結局じゃ あのどうやって守るかなんですよ。あのシンクロ先行でやることがないっていうのがすげえ大きな課題なんで、先行はなんとかあのこの辺の金底とか、まあ、これなんでもいいんだけど、まあ、その環境に強い魔法トラップカードだったらなんでもいいんだけど、このカードで守るシンクロモンスターを先行あったらね。で高校あったらまあ分回したらいいんだけど、で除外するっていう、墓地のカードを除外するっていうカード、何か、はい、そうですよね、ですよね、そりゃそうですよね、ですよね、はい、なんか文句あります？ということで早速召喚師知らぬいやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、クロノスデメリス選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。いやこれ1枚シンクロが強いんだこれ。モノノベルの効果、オーマの妖刀を特殊召喚して、そして俺はレベル4、なんだっけ、知らぬいのモノロベにレベル3、オーマの妖刀をチューニング、師範より受け継がれし力、冥界より解き放ち、その妖刀を振りかざせ、シンクロ召喚、現れよ怪し神知らぬい。そしてカードを1枚セット、ターン終了するぜ。ほん、こうだいいだろう。ちなみに先行ちょっとねやることないんですよね。あの知らぬいってぶっちゃけちょあんまなんかその先行ちょっと難しくて、まあ、どういうあの黄金室とかあると多分ねあの10位までいけるんですけど、シンクロちょっとねそれするよりもなんか罠とかで守った方がいいかなと思って、一応カナディアソコの石とかにしてます。先行だったらあのホムラガミっていうオッケー、ホムラガミとかあの要は重シンクロ立てた方がいいんですけど、なるほど、はい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 、なるほど。よ、怪し神知らぬいの効果発動。俺は墓地で存在する知らぬいモンスター一体を除外していくぜ。炎属性、アンデッド属、除外した場合フィールド魔法カードを選んで破壊、つえー、選んで破壊って強え、エネコンも発動を許さない。でワンドローワンステして、いやこれやばくない、これやばいんだけど、やばすぎる。宮塚の召喚、宮塚さんの効果発動、墓地のチューナーモンスター知らぬいのオーマの妖刀を特殊召喚していく。そしてレベル3、オーマの妖刀知らぬいをレベル4、知らぬいの宮塚さんにチューニング、師範より受け継がれし力、冥界より解き放ち、その妖刀を振りかざせ、新規の召喚、怪し神知らぬい。そして怪し神知らぬいの効果発動、墓地の炎属性アンデッド属モンスター一体を除外し、攻撃力アップ、さらにフィールドの魔法トラップカードを1枚を破壊していく。そして宮塚さんの効果発動、除外された場合フィールド上の表側表示モンスターを破壊していく。強すぎ妖刀ぶん回し攻撃2連打、え強すぎ。いや、やっぱ課題はあれやね、破壊耐性もちょっと先行やね。
だほらね、こうなるでしょ、こうなるんですよまあ一応ね、この罠があるんでなんとかなるかなとは思うんですけど、ブラックフェザーなんだろうな。多分ね、シンクロとかやっぱ今のこの環境に強い魔法トラップカードなんなのかなって言われたらね、多分ね、カナディアソコナシかなと。で、特にこの知らないモンスターっていうのはそのプレラトリオでぶん殴るじゃないですか、結局。だから多分ね、オッケー、ブラックフェザーオッケー。だから多分ですけど、あのね、これあれなんですよ、あの裏側にしときゃいいんですよ。で、守備表示のやつをぶん殴っていくっていう。はい。で、参照できなくて、ブラックフェザー、黒い旋風は発動できない。はっはー、かわいそうにな。ブラックフェザーガンササリ、おっ、やるやんけ。もう一発いきまーす。アップ局所がね、入れづらくなりましたんで、この、何、デッキには。なんでかっていうとね、そのね、ライキリっていうのが最強のモンスターがなんか、リミットの中2かなんかにぶち込まれてるんで。OK? ドローカード宮塚さん、OK? 宮塚さん攻撃表示召喚。何かありますか？何かありますね。何かある。なんだろうな。なんだろう。なんでしょうか。お、シンクロ召喚できます？あざす！ありがたいんですけど、自分なら新規のよろしいか。行くぜ。師範より受け継がれし力、冥界より解き放ち、その妖刀をぶん回せ、新規の召喚、わし神知らぬいギャースギャース。これは出す必要ねえな、邪魔やな。ですね、じゃあね、超高等プリングじゃない、これ2000、ぐらいあったから2200でしょ、これでぶん殴って、これ超高等プリングだから、あの1000ダメージ食らうっていう、これによってスキルを発動させるっていうね、超高等プリング。さあ来い、クジャクマイさんよ、シンクロ召喚できるかな。俺様の史上最強のこのセットカードの前にひるくせ。あ、おお、なるほど、なるほど、それぐらいはいいだろう。スキル発動は魔導将来はっ、あー強え。このスキル、そろそろスキル修正入るんじゃねえか。召喚師アレイスターの効果、召喚魔術を手札に持ってきて、そして宮塚さパイセンが墓地に存在している召喚魔術発動、うおーつー宮塚さパイセンの効果、フィールドの持ち替え表示のカードを1枚破壊していく。墓地の召喚魔術の効果発動、アレイスターを手札に回収。この効果マジなんで、残念でしたね、クジャクマイさん大成功ありがとうございました。ダメージステップですか、あざっす。いやー強い。さあお相手の方、バンデットキースさん、よろしくお願いします。ステール3倍、お前ですね。あのね、ちょっとね、課題があるとすればね、なんかね、若干ね、その、高校ワンキル取れねえってなるんでね、このデッキ。これ甘えたこの展開の前にしても、なんかね、あの、簡単にワンキルはこのデッキだと取れない。取るとしてもな、でも結局これアンデッドしか特殊ができないっていう制約があるんで、出してもね、多分ね、3500だったら立つんだけど、どうなんだろうな。あ、一応あれか、あの8シンクロが出るんだったら多分ワンキルいけんのかな、一応って感じなんですよね。まあ、とりあえずあの、魔法からさん分担かなんかなんで、はいはい、さようならだな、そのセットカードからにはさようならしてもらうぜ。ナイトショットか、なるほど。これがな、こういう甘えた盤面がな、なんか、咎められないのがちょっと言っていいけど、これで多分防御度引けるっていう。これ強い。はい。ういウェイ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 。強引に、あの、先行でもこのワンドローワンスで暗黒界の取引して、お、来ました、混合格来た、これね、リミット解除されましたね。今3積みできるんですよね。まさかの。あはは、強い、え、やばそう。マキシマムは全力でこれ、あれでは、カナディアするわ。スキルすり替え、オッケー、すり替えていく、すり替えていく、こ、いやー、つえー、やべー、嘘、え、ちょっと待って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 、え、嘘でしょ、さっ、豚箱戻れよお前、豚箱に帰れてめえは。
そげー